フォーマ F901IC は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。901i シリーズとして SH901IC に次いで2番目に発売された。外部メモリーはミニスドカード対応である。折りたたみ式を採用し、指紋認証センサーも引き続き採用している。また、 別売りの接続ケーブルを買うことで充電しながらパソコンとの情報連携もできる。カメラ性能はアウトカメラは CCD 有効画素数204万画素でオートフォーカスに対応している。主にテレビ電話用のインカメラは CMOS 有効画素数32万画素。アイアプリはリジレーサー 4F、スーパーパズルボブル F、スペースインベーダー 3D サラウンド F、フリーセル、 3D サウンドシミュレーター、G ガイド番組表リモコン、電子マネーエリ、ジモ i エ o ジメールがプリインストールされている。901i シリーズ共通の特徴として、着歌や、キモーションの最大再生容量を 300KB から 500KB に拡大。i モードメールの添付ファイルの最大容量も 100KB から 500KB に拡張。ツインスピーカー搭載。 i ア,アプリの 3D グラフィックス機能強化、フラッシュからの端末情報取得、外部からのコンテンツに対して問題要素を検出するセキュリティスキャン機能を搭載しているなど、i モードにまつわる機能が強化された。また、デジタルオーディオプレイヤー機能が正式対応になり、連続再生できるようになった。また、型番に C がついており、i モードフェリカにも対応している。モバイル s u には、 来たよ。予定されていた 800MHz ツ帯とのデュアルバンド機能は見送られ、9 0 1イズから搭載される。ありがとうございます。